どうも皆様こんばんは、こんにちは、おはようございます。ケムシでございます。はい、どうも皆様、ケムチャンネル7へようこそ。私 T ピストンズプラスケムシのラップ担当、そして今回稲妻オンラインの実況を担当しております、ケムシでございます。イエイ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 。はい、ということで、今回実況動画第2回目なんですけれども、前回ですね、フットボールフロンティア編の、ステージ1を C ランク以上でクリアするというところまでやりまして、見事 B ランクでクリア、でステージ2もね、本当は C ランクだったんですけども、動画を撮る前にちょっとね、やってみようかなと思ってやったら B ランクで撮れてしまいました。はい、ということで、まあステージ5とステージ4が解放されているという状況なんですけれども、まあ順番的に見るとこのボスが多分ステージ3なので、今回はボスに挑戦してみたいと思います。でこの間ね、先日ちょっとだけ夜中にみんなで対戦っていわゆるネット通信でね、ネット対戦したわけですよ。で同じランクぐらいの人がいなくて、ちょっと強い人と対戦するみたいなのがあるんですね。まあもうボコボコにやられましたね、5-0 もうね、技が、まあ、技もなかったのも当然なんですけども、出しても勝てないし、これはねちょっともう一人部屋の中でね、こう涙を流しましたよ。流してないけど、でもね相当悔しかったですよ。でもまあでも本当ランクがねちょっと上になるだけでね、ものすごい強いんでね、もう僕も頑張らなきゃなと思いました。はい、そんな前置きは置いといて、早速この BOSS ボスに私キムシ挑みたいと思います。さあ、そして今回もですね選手レンタルしないでおこうかなと思ったんですけど、まあ、せっかくなんでウキングレアをねレンタルしましょう。アフロディゲムシでございます。さあ今回僕の、メンバーはこんな感じとなっております。まあ、ほとんどね変わってないんですけど、まあ、ちょっと配置が違うのかな、選手の配置が違うぐらいで、ほとんど選手自体は変わっておりません。で今回、スーパーレアの染岡くんは控えにおります。はい、さあゼウス中隊 T ピストンズプラスケムシ、勝てるんでしょうか。まあ、でも向こうレベル5とかますからね、そんなに負けないんじゃないかな。いきます、キックオフ。さあ緊張のキックオフです。どんな熱い戦いを見せてくれるのか。さあさあさあ、ちょっとミスりました、すいません。あっと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 、止めてください。守ってみせます、守ってみせますよ。ああ、かわされた。勝利頼むよ。さあ影野くん、これでも必殺技はねどんどん使っていかないとね、もったいないですから。いくよー、ウィン、コイルターン、ありがとうございます。ここは止めた。ほらキングレアに行け。あ、オッケー、ちょっとゼウス中、使ってしまったヘブンズタイム、もったいねえいいや、いいやいいやいいや、1点取れればいい。バーシュン、さすが神の力。ほら行け。お、取られたし、取られたし。なかなかやるぞ。ちょっとちょっと勘弁してくださいよ。さあ早いね、足が速い敵。さあ打ちましょう。もう
さて、そう、流星ブレード覚えたんです。流星ブレード、さあ決まるでしょう。強烈な必殺シュート。さあ皆さん準備はいいですか。伸びー今日ちょっとね、喉の調子が悪いんですよ僕。行くぜ。仮に皆さんがね、コメントとか頼む、ね、そういうので伸びるって書いてあげてください。守ってみせます。守ってください。よろしくお願いします。よし、オッケーオッケー。ちょっと早いよこいつら。はい、これは勝てるでしょう。竜巻旋風、竜巻旋風、ここは鮮やかに突破した。さあ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 、パス出して、そう、イエス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 、頼む、イエスイエス、シュート。よっしゃー、くそくそ、握られるのは自分の力だけだ。はい、右にかわします。おーっと捕まった。デモが出ました。おらおら、さあ流星ブレードを打ちます。流星ブレード発動。ブレード、あー、このグランめっちゃ強えな。どこで手に入るんかな。あ、これや、これこれ、ディーピストンズプラスティムシの初回限定じゃない、購入者特典でもらえる、この CR コードでもらえるグランめっちゃ強い。この程度か、あ、伸びる、忘れてたすいません。はい、行くぜ。めっちゃ強いですからね、キングレア、マジで。さあ、止めていただきましょう、皆さん。なかなかやるじゃないか。なかなかやるじゃないか。おい。おい、そんなにマークに入ってて、頼む、ちょっと勘弁して、止めて。さあ、終了。試合、前半終了までもうちょっとですね。コイルターン、まさに鉄壁のディフェンス。オッケー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 、だだ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 。ケムシでございます。はい、ということで前半戦は2-0で、フォワードのですね、キングレアのグラン君がちょっと疲れてたので入れ替えでトラマル君を入れました。さあ、勝てる、まあ勝てるとは思うんですけど、ね、何点取れるかはちょっとできればないし、 S ランクでクリアしたい。調子に乗っちゃって、調子に乗っちゃっていい。さあ止めよう。止められないのがね。守りを固めるぜ。本当に技をどんどん使ってた方がいいですよ、皆さん。ちょ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 、そい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 、さあみんないけるっす。
かわしました。さあここで必殺ブレイク発動。これで均衡が破られるのか。破れるかな。頼むって。最後、はい、よし、本気でいきますよ。本気でいくっすよ。行かせん。オッケー、うん、さあシュート。さあ画面の前の皆さん、あの時間です。タイガードライブからの強烈な必殺シュート。せーの、ゴールやった。いい伸びるやった。ありがとうございます。いくぜ。さあ前半後半12分13分を過ぎたからですね。イエーイ。調子に乗っちゃって。腹立つわ。自分で言っときながら。任せた。トラマル行け。はい、本気で行きますよ。このね、あのログインボーナスでもらってるトラマル君も強いんですよ。これがまた。さあ、あ、パス出なかった。本気で行きますよ。本気で行くっすよ。おしかわした。さすがやね。ナイス。さあ4点目いただきましょう。まだ分かんないけどね。まだ分かんない。さあタイガードライブで。必殺シュート。来たよ。決まった。やった。伸びる。いい伸びる。行くぜ。さあかかってこい。さああと1点取れれば。イエーイ。確かね、無失点で調子に乗っちゃって5点差かな。無失点で5点差。おーっと数えた。無失点で5点差だとS ランクらしいです。さあスポイルターン。いくよ。スポイルターンです。スポイルターン。あ、まさに鉄壁のディフェンス。さあいけ。後半終了も遅れ。さあいけ。頼む。捕まるな。本気でいきますよ。まだいける。行かせん。まだいける、まだいける、まだいける。あと、もうちょい、もう行こう、打とう。さあこれで決まったはずです。タイガードライ。強烈な必殺シュート。真面目にやってますか。これも勝ったんじゃないですか。見事な勝利です。両者ともに気力を振り絞った接戦でした。実況は角間啓太でお送りしました。とケムシがお送りしました。はい、というわけで、圧勝でございました。でまあ、ちなみに皆さんちょっとね、あれなんかバトル勝率がおかしくないと、お気づきの方もいるでしょう。そうなんです。さっき1回目取ってた時に後半戦取れておりませんでした、映像が。なのでまあね、一度消して後半戦から取り直してるという、なんともまあ悲しい結末でございます。はい、ということで、まあ2回戦ね、2回戦じゃねえ、ボス戦ね、見事 5-0 で勝利いたしました。このね、まあでもパソコンの画面をねキャプチャーして撮ってるんでよくあるんですよ。前回の動画もそうなんですけど、ちょっとほらなんていうんですか、言葉を最後まで言ってないのにこうブツッ言葉が切れたりとかあるんですよ。そういう
とさ、キャプチャーミスみたいなね、まあ、そういうこともあるんで、同じ試合を2回やんなきゃいけないこともあるということで、まあ、今回は勘弁してください。後半が取れてなかったので、まあ、一度消してもう一回やり直したということでございます。さあレベル上がるかな。さあみんなレベル上がったね。うん、いい感じでございますよ。さあアイテムは、お、駆動艦、駆動艦が3体もゲットできました。さあということで、見事ボス戦 S ランククリアでございます。ありがとうございます。さあということでステージ6も開放しておりますけれども、これちょっと一個戻りますけど、どうやって戻るのかな、ちょっと本部画面戻りますね。これ見てください、脅威の侵略者編、これも解放されました。いやまだでもここは早いな、ここに行くにはまだ早い。というわけで以上、ティーピストンズプラスケムシのケムシによる稲妻イレブンオンライン実況、ケムチャンネル7でございました。あ、と言いたいとこなんですけど、今回ちょっと、プチコーナーみたいなのがありまして、ご紹介したいコーナーでございます。このメニュー画面ですね、ここ。ホーム画面、ホーム画面だ。そう、このホーム画面に行って、この個人成績。ここ開いていただくと、こうやってあのプレイヤーデータっていうのが見られるんですけども、これでね、称号とか初めましての称号だったりとか、なんすかね、信号、これ何なんすかね、超越とか、これ称号があるんですけども、キングレアをゲットしたってことだな、これ信号ってね。はい、他にもですね、こうやって今までゲットした選手がこう図鑑になってこう出てるわけですよ。この GR って何、グレートレアとかこんな感じなんですかね。これ遠藤くんっぽいですね、ちょっとね。まだまだ増えていきますから、キャラクターも。んで、ちょっとこれだこうバッと見るとちょっと分かりにくいじゃないですか。分かりにくいというか、いろんなキャラがいっぱいいるからね。そういう時はこう、例えば全チームのとこを押すと、このライモン中だけならライモン中だけのこう場所が見れたりとか、帝国学園なら帝国学園のキャラクターの場所、キャラクターだけが見れるっていう。あと全デアリティとかもね、例えばちょっと待ってください、例えばスーパーレアだけとかね。あと属性、風林火山なしっていう無属性とかも選べます。あとポジションでもね出せますので、ぜひとも皆さん集めたカードを、集めたキャラクターをね、ここでこう、あ、こいつまだ集まってないみたいなので、こういろいろね研究しながらやっていただきたいと思います。ちなみにこうキングレアはこうやって、まあ、アニメのムービーが流れると。まあまあ、皆さん、ご存知だと思いますけどね。うん。こんな感じでございます。このね、先週、個人成績のご紹介でございました。はい、ということで、あ、なんだ、称号が変わってるな。称号変えとこうか、やっぱ。これね。まだ新物なので、初めましてにしておきます。ここね、初めましてになりました。はじめまして。はい、ということで、まあぼちぼちゲームにもねちょっとずつ慣れてきたんで、そろそろこう、なんですか、我々 T ピストンズプラスケムシのメンバーも交えて、たまには実況していきたいかなと思って、たまには実況していきたいなと思ってますんでね、皆さんぜひとも続編楽しみにしておいてください。
ということで、まあ次回はどこから行こうかな。そうっすね、次回は間違えた、ここじゃないよ、ここじゃないよ、ここじゃないよ。はい、次回はじゃあフットボールフロンティア編のステージ4、5、まあ、この辺りを攻略していこうかな。うん、私ね、どんな敵なのか、どんな強さなのか分かりませんけれども、この辺をやっていきたいと思います。それでは皆様、バイバーイ。ケムシでした。